にちは、私たちマジカルパーキラインです。おきみちゆなです。久美さらです。久保彩です。山本花です。坂口です。今日はマジカルパンチライン多忙のためメイクをしておりません、ね、本当に今日は早起きさんです。珍しく早起きさん でその後一個だけね、なんかちょっと仕事というかリハをして YouTube 撮影なのでまだメイクをしてないということでマジパンの準備風景をお届けしたいと思います。まだ全然気持ちが入ってないの。そう顔が出来上がってないんだからね、うん、気持ちもマジパンになれないということで、まあ、ただなんか何か面白いことが起きるというわけでもなく、ただただだらっと作業用 BGM にでもしてもらえればみんななんか朝とか一緒にメイクしてる気分になったりとか、本当ゆるっとした動画なので時間があるときにでも見てくださいということで準備していきたいと思います。お腹鳴ったらすいませんね。ね、お腹も空いてるんで。マジお腹空きすぎてやばい、ね。ちなみに今回は増田さんが仕切ってくれます。本当ですか。ごめんなさい、早く終わってる増田さん。できないです。私の口はもう今日ね、メイクしてきたんですよ。じゃあ今日は何か食べてきましたか、朝ごはん。あ、ベーコンエピ食べてきた。え、待って、ベーコンエピ大好きですよ。しかもそれをそれをなんかジェットコースターじゃなくて、トースターオーブントースターって何？パン焼くやつでしょ。そう、パン焼くやつ。それに入れてちょっとカリッとさせて、わ、美味しそう。朝から食べるとちゃんと美味しいんですよ。ハルク結構パン好きよね。え、私ご飯よりパン派です。だからハンバーグとかでもパンがいいの。え、じゃあ麺とパンだからさ。え、麺好き。あ、麺好き。でもパンも好き。え、じゃあ麺が一番。どうやって食べるの？ハンバーグとパン。あ、ハンバーグ、ハンバーグ、パンはパン。あ、別なんだ。だから、たまちゃんとハンバーグ食べに行った時もはるかパンの方が。そっか。そう、だから結構、あれじゃない？ファミレスとか行ったら。ファミレスとかもそう。パン。あ、確かに。私絶対ご飯だわ、ハンバーグは。パックしてんだけど。ちょっとさ、結構透ける感じのパックだから、あんま最初気になんかなって。青みたいな。結構半透明パックで。みたいなパックしてる。圧倒的ご飯派だな。でも急にパンが食べたくなる時って来るのよ、無性に。今日がその日だった。朝ね、もう結構ね、何年ぶりかぐらいコンビニでパン買って、はるかの横で食べてた。はるかちゃん、それもう仕上がってんじゃない？もう仕上がって、今リップ塗った。マジ？はるかちゃんリップから塗るタイプなの？あ、リップ塗るだけでもう仕上がってるように見える。今から、あ、でも下地はやってきて、で、今コンシーラーを塗って、今から目とかやります。目まだやってないの？私はリップ。リップさ、目はとりあえず化粧品なのかなみたいな。確かに。みんながさ、なんかメイクしてるとこってさ、あんま見ないよね。確かに。メンバーさんが。誰かがメイクしてるとき自分もメイクしてるじゃん。確かに。今もだけどね。今多分今言うなら。あ、またパックしてるからか。パックしてるから。だから見てるんだ。見てるだけで多分見ないと思う。これ見たくなっちゃう。パックから始める。私もパックなんかやっぱり。私肌綺麗に見られたくって。綺麗だね。めっちゃ綺麗。え、なんかめっちゃ荒れてたのよ。本当、え、やばかったよね。はるか今超荒れてる時期。そう、20代、21歳ぐらいの時にさ、はるかが本当入りたてぐらいの時って結構さ、ひどくなかった。確かに、うん、確かに。とか言っちゃう。逆だったの、はるかが。そうそう、めっちゃ綺麗で、ツルツル卵ちゃんだったので、私がめっちゃ荒れる時期で、で、肌にコンプレックスを抱き始めて、そこからもう肌綺麗にして見せたいっていうのが残ってて。え、教えて、はるか、ね、すごい肌荒れやばい、ね、やっぱね、ベースメイク、でもやっぱ年齢もあると思うんだよ、ホルモンバランスの変化とか。だから仕方ない時、やっぱさ、空とかもさ、今高校生なんか、うん、高校生の時で肌荒れてない子って結構珍しくない？え、逆にそれだったの？そうだよね、そうだよね、そう、めっちゃ綺麗だった。おしゃれちゃん、それすごいピンクだね。そう、めっちゃピンクだね。ピンクって何の効果あるの？血色感とくすみ。お邪魔します。ピンクに全然反応してくれない。全
然進まないの私だけ。パックしてるからさ笑えてないね。全然笑えてない。片目ピンク乗せただけで全然違います。はるかってめっちゃピンクだよね、目周り。ずっとそうだよね、でもずっとマジずっとピンク、ね、ずっと変わってないイメージ、メイク特に。だってパレット同じのずっとそれ使ってるよね。変えてる、変えてるよ、変えてよ。あの最初の時は最初はあのマジで韓国しか売ってなかった時代に、あ、なんかお土産でお土産買ってきてもらって、あ、え、そしたら2代目ってことか。そう、だからこっちは日本のやつなの。あ、日本のクリオで、あっちは韓国の、はいはいはい、これも韓国だけど同じ色買ってるから変わってない。ね、ずっと一緒なイメージ。じゃあなんか茶色めっちゃなんか顔が暗く見える。あ、でも似合ってるもん、ピンクがやっぱ。本当フェイスメイクをなんかさ崩したくないって言うじゃんみんな。うん、崩した方がいいの。いや、あのなのにさ保湿してない人が多いんだって。お、保湿が足りてない人が多いんだって。もうとにかく崩さないためには、そう、もう保湿してやらないと、なんかさベタベタしてる方が崩れるイメージあるじゃんか。確かに。でもね、保湿しないと崩れやすくなるらしい。え、じゃあおすすめのスキンケア商品は？これ。それ何？Bアイドル。あ、Bアイドル。Bアイドルの。そう、Bアイドルの。しかもこれ朝用のパックなの。モーニングなんちゃらみたいなやつで。あ、そう、メイク前のやつ。さっぱりしてるのよ。なんかいつもメイク前にはこれか、ウォンジョンよ。あ、ウォンジョン。ウォンジョンよ。の、あの、こういうパックを絶対やってからメイクする。じゃあ、サラちゃん、お気に入りのメイク商品は？私のお気に入りは、はい。そうですね。とか、こだわりとかね。こだわり、最近買った、新大久保で買ったやつなんですけど、アイシャドウで、普段私ラメをまぶたの上にのせないんですけど、このなんかホリカホリカのなんかこのキラキラがめっちゃ可愛くて見えないと思うんですけど、これはまぶたの上にのせてます。最近これがお気に入りです。そう、ピンク、可愛いね。オレンジっぽい、ちょっとオレンジっぽい。可愛い。やっぱラメさ、のせるとテンション上がらない。そう、上がる。メイクしてる感、可愛い。涙袋。では、はるかちゃん。あ、はっかさんは、はい、はっかさんのポイントはマジでとにかく涙袋の下の線を引くのと、なんか一番大切なのはこのこのこの これがめっちゃいい、うん、からここに線引いて、あと私割と目離れてる方なので、ここにあの入れるとこっちも離れすよって見えるじゃん。あ、だから目近く見える、うん、なるほどね。確かにさ、人によってさ、うん、目の幅とかも違うから。そう、なんかこっちに色を濃い色持ってきちゃうと離れて見えちゃう、うんうんうん、そうなんだ。いや、逆だ。こっちにめっちゃ濃い色入れるわ。うん、入れた方が縛る。逆なんだ。逆さん、ね。すごいな、面白いね。はなちゃんは。はなちゃんはね。でもはなちゃんすごいベースメイクに時間かけてるイメージ。でもはなちゃん何もしてない。遅いだけなんだな。でもはなちゃんあれだよね。まつげが上がってるから。あ、そう。まつげ、あのね、まつげでテンションは変わる、結構自分の気持ち。その日の気持ち。あと髪の毛長かったら、うん、ポニーテールでその日の気持ちが変わる。うん、花おすすめのさ、ないの、これは絶対欠かせないみたいなやつ。ない。商品とか。全部変わるけど、え、でもこのさ汚いんだけど、ちょっとトニーリソフラボンの下地は、私すごい乾燥肌だから、乾燥にはめっちゃいい。そうなの、うん？だからもう最近。ファンデを塗らなくなってからずっとこれと、ファンデ塗ってないんだ。塗ってないで、すごいね。それとこのあのもうさ、ちょっと文字消えかかっちゃってんだけど、紫の下地をほっぺんのところに塗るのにハマっております。ファンデ塗ってない。コンシーラーでクマとかは隠すけど、ハルコもファンデわかんない。それも塗ってない。まあ、なんか多分いいファンデーションに出会えてないから、うん、しかもファンデーションちょっと高いんで乾燥ちっちゃ
になってるみたいなの使ってる。うーん、自分ありますかよ。私のこだわりか、あ、でも最近はあのハイライトを結構あの確かに顔ツヤツヤにしてる。え、マジでめっちゃ昨日のさ、うん、昨日パッて見たらめっちゃ綺麗に、ね、すごい綺麗だった。なんか自然な透明感とかに。こちらの商品はですね、ファンにいただいたんですけど、このヨールのわぁおそろっち、おそろっち、私もうボロボロなんですよ。ボロボロになっちゃう。めっちゃバリバリに割れちゃって。え、あとさ、ゆうなちゃんにさもらったこのパウダーを、もうなんかすごいサラサラになる。めっちゃサラサラだよね。めっちゃサラサラ。なんかさ、結構私も乾燥肌でさ、うん、あのパウダー塗るとあの鼻の横とかカサカサになっちゃうんだけど、うん、これささって塗ったら全然カサカサになる。なんかね、しっとりしてんだよね、パウダーなの。すごい肌持ち。でも私のモットーとしては肌につくものは高いやつ使ってるな。本当にゆうなちゃんってデパコスお姉さんなんですよ。そこ並ばってるやつ全部。で、そう、お高い、お高いお姉さん。結局ね、やっぱ肌とかにつくのって怖い、怖いっていうか、自分に合ったものをやっぱり使いたいから、でいいものを肌だけは使ってる。ほぼの私の生活費以外で出費一番でかいの多分化粧品だと思う。へー、なんか女優さんも欲しがってた。待って待って、パッて見たらさ、スタッフさん一緒にメイクしてる。メイクしてる。共にみんな超大変。編集者さんは何かおすすめになりますか。これがしょ、かわいい、かわいい。ラメだ、これ涙袋なんですね。涙袋のラメ、かわいいね。フェイスカラー、アイアンドフェイスカラー。あれ暗くなっちゃった。え、こういうとこにキラキラつけられる。あ、全部そっちか、そっちか。ライトの話、今ライトの話かと思った。うんうん、めっちゃ女子から。痛い痛い、待って、痛い痛い痛い。何があった、何が起きた、大丈夫か。あ、え、肩でもつけたの。痛い痛い、朝なるよ。最初みんなの反応びっくりするぐらい無だって。え、ね、何が起きたちょっと遅れて。そらちゃんのまつげの作り方を社内でめちゃくちゃ聞かれる。そらちゃん何使ってる。いや違う、そらちゃん、そらちゃんまつげが長いんだよ。そうだよね、そうそうそう、もともと綺麗だから。しかももともと上がってるタイプだよね。もともと上がってるよね。寝癖か、寝癖、寝癖つきやすい。すごいよね、まつげに寝癖なんてあるんだね。ね、どういう体勢で寝てるの？怖すぎる。まつげこうなるんだけど。どうやってる？やばい。トラちゃん、まつげ、今日は何使う？え、でもマスカラ塗ってる？マスカラは最近はちゃんと塗ってて。もともと塗ってなかったね。結構塗ってなかった。塗ってなかったのに。だけど、ママに塗った方がいいよって言われて。確かに目力塗ってた。そう。で、なんか、あの最近まで黒いの使ってたら、なんかママが茶色の方がいいよみたいな。髪になりすぎちゃうのか。髪も明るくなってきた。横からなんか茶色いのを使い始めてました。なんかさ、長いし濃いよね、黒が多い。仕上がれてすごい。これは生まれつきなの？美容液、生まれつき。あ、でもでもなんか美容液は一応塗ってる。ちょっと高いんですけど、エバーキット。あ、反対から読むとデカめね。そう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 。え、そうなの？そう、エマーキットって。そういう意味？そう、あの授業でやった。へえ。科学の授業だっけ。そう。私もさ、それ塗ってるけどさ、そらちゃんみたいな。なんだよ。でもね、それでも伸びたっちゃ伸びたけど、うん、やっぱあのね、人によってやっぱ限界っていうのは。すごい。え、何本伸びたら爪楊枝？こちらは9本だった。9本すごい。9本って何？9本つまようじ。あ、つまようじ？そう、すごいよね。すごいね。1本もないかも。1本もない。でもなんかさ、束感を作りたいときめっちゃ大変。あちこち行っちゃうから作れないよ。なんか多すぎてね。このチーク、これキラ様チークって言って、キラ様のピンクが結構ピンクじゃん、衣装が。これがあのリーナちゃんにもらった、タンプレでもらったチークをずっと使ってたんですけど、キラ様の衣装的に
こっちの方がいいから、なんかさベージュっぽい感じだったよね。そう、これがリンダちゃんにもらったの。それめっちゃたまに借りるんだけど、めっちゃいい。結構でもあるよね、やっぱ衣装によってさ。え、そう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 、なんかオレンジメイク全然合わない衣装とかやっぱあるのよ、うん、だからね、その日の服装とか、あとアイドルの顔の時はこれ、あ、こっちじゃない、こっち、あ、学校とかこっち、はいはい、使い分けがね。そう、みんなってイエベとブルベどっちなんですか？え、でも私は私はえ、でも私なんか診断したことないから、ね、言うのも診断とか行ったことないけど、なんか周りからはどっちも言われる。なんかブルベだよねって言われるし、イエベだよね、イエベ、どっちもあるんじゃない？あ、どっちもなんですか？なんかさ、ファーストセカンドみたいなのあるよね、うん、ファーストがイエベ、春でもセカンドでブルベ入ってるみたいなさ。じゃあどっちでもいいのか、わかんない、難しいけども、で両方入ってるってことかな。え、しかもさ、あの明るめ暗めとかある、あるね、そうなの、同じブルベ夏でも、うん、暗い色の方が似合う人と明るい。マジそんなとこは、私そのセカンドまでで止まってるわ細かい知識。私はね、でもイエベなのよ、圧倒的。なんかさ、照明とかさ、ライトとかさ、部屋の電球とかでもさ、白熱灯の時とさ、うん、なんかちょっと暖色っぽい色のやつの時、うん、絶対にオレンジっぽいライトの時の方が顔が漏れて映るの。あ、でも確かにゆうなちゃんイメージあるかも、アクセサリーとかもさ、うん、ゴールド使ったりとか、結構ね、イエベだって自負がある。診断行ったことないんだけど、なんとなく自分の中では。え、じゃあさ、診断行ったらさ、ブルベですって言うの？え、でも今までを全て 見直した方がいいってこと？メイク道具全部買い直す、全部買って、ね、直した方がいいよね。そらちゃんはなんか分かんなくて、でもザ・イエベみたいな感じの色使うとなんか違うなってなるし、でもなんか、ま、ピンク濃いですみたいになると、うん、またそれもちょっと違うから。でも私はもうそういうの関係なく自分の好きな色をつけたいので素晴らしい、いいこと、はい、別になんか自分のメイクだから、まあなんかどっちだよみたいに言われてもって感じなんで、まあ一応なんか言われてないだろ、そんな美容系 YouTuber じゃないんだからでもなんか言われてもあれだから、まあ、自分のね、好きなメイクを好きな色でしたいなって思うから、特に何も考えてないです。だから気分で茶色いの使ってる時もあるし、まあ、最初の頃はなんか茶色抹茶茶みたいなリップ塗ってたんですけど、塗ってたね、塗ってたのリップを塗ってたんですけど、まあ、最近はもう好きな色使ってます。だから、あ、なんかリップ変わったなと思ったら、あ、好きな色変わったんだなと思ってください。吉澤さんもうブルベですか？ブルベじゃないの？でも吉澤さん、イエベ春、ね、イエベ春もありそう。なんか明るい色も多分、なんかあの濃い色は似合わない。はるかがブルベじゃないことあんだ。でもはるかなんか黄色とかオレンジとかああいうのあんま似合わない。ビビットピンクとか濃い色とか似合わない、うん、ああパステルの方が似合うってか、そう、パステルだから、なんか多分はるべ、はるべ、はるべ、はるかちゃんベース。あーあかわいそう、あーってかわいそう、めっちゃ顔見せる。はなちゃん、はなちゃんは自分ではブルベの夏 あの明るいタイプだと思う、あ、自分思ってるけど、でもイエベ春の可能性も夏にしもある、でもなんかシルバー似合う、なんか逆にすっごい濃い色着ちゃうとさ、うん、顔がなんか老けて見える、うん、そうなんだ。でも確かにさ、ユーナ以外みんなアクセサリーシルバーだよね、うん、シルバー、うん、シルバー大好き、ね、シルバー好き、うん、ね、みんなシルバーのイメージだわ、そう言われてみれば。普通にシルバーが好き、好きなの、もう昔からシルバー、じゃママがシルバー好きなの、あ、そうなんだ、そう、シルバーおばさんだから、シルバーママ、シルバーのことおばさん言う、おばさんだから遺伝です、遺伝するんだそれ。なんかさ、私さ、イエベブルベもそうだけどさ、うん、骨格もわかんないんだよね。確かに骨格ってだってさ、めっちゃ多いよね、うん、で増えてるよね、どんどん。そうなの？種類、3タイプで分けられないんだって。16ぐらいある。なんか3タイプの中からどんどんブレンドしていくみたいな。ストレートとウェーブと
ナチュラル？ナチュラル？なんだっけ、骨格ロマンティック。そう、あとラブリーとかも。は？すごいこれ。すごいよね。クラシックと。マジ？増えてるんだ。やばい、私も3種類で止まってた。いいね、ラブリーとかがいいわ。骨格ラブリーってめっちゃ可愛くない？名前がね。あ、え、骨格なりって、あ、私ラブリーとか言ってる。え、なんかさ、帽子かぶってたからすっごいめっちゃ、いや、もう今日めちゃくちゃ天気悪いんですよ。だから、みんなボサボサです。湿気がね。そう、あ、見て、これはゆうなちゃんがタンプレにくれたお気に入りのアイロン。めっちゃ喜んでくれて嬉しい。で、本当に、もう本当にこれ超嬉しくって、嬉しすぎて、この前ね、あのバッグ買いに行ったんですよ。で、バッグを試着するときにもこれ入るか確認してから買ったの。あの、お財布よりもこっちを持ってて確認してたらしい。これ入るか確認してもいいですか。やばい、バッグ選びにも必需品ってくらい、このリファの決めてない。店員さんも初めてだろうね。で、こっち持ってきて、多分お財布とかはあるじゃん。びっくりされたと思う。確かに。あ、こっち、あ、私これだけなんか大切なんですねみたいに言われた。重要なんですねって。重要です。だから雨の日とか今日みたいな湿気がやばい日とかも持ってればこのコードなくても使えるから出先で直せます。それ便利だね。マジ便利。あざっす。そんなに喜んでもないけど、20歳のお誕生日ね。20歳のお誕生日に覚えてますよ。あの横浜のランドマークの、あで、なんか入り時間をがなんか間違えて、間違えてたってか、なんかまだ空いてなかったんだよね。そうだそうだ。ああ、会場が空いてないけど集合しちゃったみたいな。集合しちゃった時にくれた。そうだ、思い出したいの。はい、もう春子終わった後髪の毛だけ終わりました。早い。まだ眉毛も描いてない。え、嘘でしょ。マジ。いや、こっから早いから任せて。そうだね、うん、こっからめちゃめちゃ早いんだよ。私もね、もう終わりますよ。じゃあ、動画終わりにしてもいいかな。はるかちゃんが終わったみたいなので、それで動画を知りたいと思います。はるかちゃん基準で。はるかちゃん基準なんですよ、この世の中は。そうなんです。だからなんか、この前 Vlog 見たんですけど、あの ZEP の Vlog Vlog 見たら、なんかタワちゃんがはるか並みになんかおかしいみたいな。ハルド基準でおかしい基準がつけられた。世界基準のおかしいは吉沢基準。吉沢さん基準になった。まあ吉沢スタンダードということで。ハルカちゃんが終わったという。しかも大体マイナスの時に使われる。おかしい。変っていう時にハルカが基準に使われる。ちょっとね、ハルちゃんも、はい、めっちゃ時間かかると思うので。いや、あと20分ぐらいで終わる。20分長いね。長いね。ここで終わりたいと思います。この動画がいいと思った人は高評価。